こんにちは、ソックニッターのまゆみです。今日はこちらの毛糸こちらの針で編んでみたいと思います。寺井さんから提供していただいたので試し編みをしてみたいと思います。その前に開封動画ですね。レギアのコットンカラーサマーブリーズ。夏のそよ風みたいな感じかな。コットン好きなんですよね、レギアの。こんな色で。 薄めな感じのチョイスしていただきました。ありがとうございます。ドンピシャです。では開けてみます。黒から出してみました。まあ、ソース色がはっきり見えますね。えー、っと、こちらはグレーに黒と緑と青なんか画面上よりはもうちょっと薄い感じです。でも一番かっこいい感じです。えー、っとあ内側の糸がこっから見えてるのかしら？ ちょっと引き出してみますね。わーおーえ他のもかなあ他のは違うかなちょっと見えてる。おすごいあれレギアさんってこんな風にしてましたっけあこれはなさそうだけど。あーでもね、中から出して使いたかったので、ちょっと引き出してみましょう。<laughs> 突然中から出す。あこれはちょっと時間かかりそうなので、後にしますね。では、えー、っと。 レギュアさん、コットンカラーサマーブリーズ、100g420m で、えー、っと、中細と同じ太さで、ソクヤン700あー72%コットンで、18%ポリアミド、10%ポリエステルで、カラーナンバーが2478がこのかっこいい色のものですね。ね私はね、 このレギアさんのコットンのよりがきついところが好きで,でもうすでにねストレッチコットンじゃないのにストレッチな感じでこのよりがきついとここにこう引っかかったりしないしビローンって伸びてしまわないのでいいんですよねちょっと伸び縮みする感じですでコットンの方がね色の入りがこうなんだろうあまり濃いのが入らないので、まあ、だから夏っぽく涼しくていいんじゃないかなと思いますどんな編み地になるのか これに近い感じだと思うけど色が違うので、まあ、柄の入り方がこうだよみたいな感じですねこれ3つともね帯がねでえっ、ー、とこれが一番かわいい感じですね2477ちょっと薄いピンクに水色とか茶色とか黄土色が入っててチョコっぽいチョコイチゴって感じかなどんな帯字になるのでしょうで柄の入り方っていうかこっちの方は色が濃いですね 周期とかもの、うーん、どんな風に違うのか試してみたい気もします。全然違いそうな気がします。だからやっぱこう、色の好みで選ばれるといいんじゃないかなと思います。ね、これがいろんな色、薄い色、ポップな色が一番入っている感じ。こっちが美味しそうで、こっちが可愛いって感じかな。2479です。これは白っぽい。これピンクで、これグレーがなんか元になってて、 明るい緑あ、明るい水色この、こっちは紺みたいな感じ、こっちは水色。でこれも赤だけど、ちょっとピンクっぽい感じ。こっちよりも、は濃いかな紫っぽい感じですね。この赤よりもね。グレーもあって、緑もあるけど、この緑より黄緑な感じです。さあ、どれが好きでしょうか <laughs> かっこいいが好きか、美味しいがいいか、可愛いがいいか、後で。 コメントくださいでもね今回は欲張って一気にこの編み地たちを見てみたいのでなんと3つ同時編みをしようと思っています。なので今中からちょっと出してみました。これ後でちゃんと出したいと思います。そして編み地を比べっこして後でちょっと楽しいことをしてみようと思っているのでよかったら最後までご覧ください。そして針もね。 ちょっといただいちゃいました。えっ、ー、と、ニットプロ、ニットプロの針はシンフォニーとノバメタルっていうもの、太めのしか使ったことがなかったので、しかもほら、細め2.5ミリで80センチ、ジンジャーっていう木のものなので、折らないように気をつけたいと思います。でも最近思うのは、2ミリの 零子針だったらよく折ったことあるけど、2.5ミリだったら私はまだ折ったことがないので、もしかしたら2.5ミリを買えば大丈夫なのかなとちょっと思ったりもしています。では、開けてみたいと思います。下から取った方が良さそうですね。ここに引っかかるのがあるので、下から取りました。わー、 かっこいいですね。ちょっと暗いかな。かっこいい感じです。ジンジャーというだけあって、ちょっと茶色っぽい感じのこの濃い色とか、ここに印字されてますね。2.5ミ、mm、リの US1.5。日本だと1号ってやつですね。で、くるくるしてあって、でこれは透明なこうナイロンっていうかのコードっぽいですね。ちょっとアディより細い。 で柔らかかいい感感じじがしますすすヒヒヤヒヤとかみたいななでで問題はつなぎ目ですよねここにちょっとポコッとした部分があるけど、どんな風な感じか。ここはね、引っかかんない感じですね。こっちもあるかな。うん、ちょっとポコッとしたのがあるけど、こう引っかかるかどうか試しながらいきたいと思います。そして、木の部分。 かっこいいですね。ドリフトウッドは黒だけど、これはジンジャーはなんか茶色という感じ。あで、先が尖ってないああ、いいですね。ちょっとつるっとするような、なんか光沢のあるのが塗ってある感じがします。ちょっと漆のを思い出しましたね。ちょっとこれで編んでみたいと思います。ちょっとこれの先を出してきました。で先を見るとそんなに違いがないので、あれなんですが、できたらね、 全然違うって分かりやすい方が混ざらずに編みやすいですよね最初は緑3個同時編みをして1足は出来上がるという感じですねあとは待ったのでもう1個作れば2足出来上がるという感じです先にこのスリップノットを作っておいてで一気にターキッシュキャストオンをしていきたいと思います ストレッチコットンよりは伸びなさそうな感じがしますがなんか太い感じがするけど 2.5mm なんですねこう硬い感じはあるけどすごい硬いわけではないのででもこう弾力性があるわけじゃないので私が引っ張って折るということはなさそうですねちょっとここ引っかかるかなこっちの糸が12345678 こんな感じで。1。2。3。4。5。6。7。8。ここにこう糸端を。置いておいて、こう滑らせて編むといいと思います。1。2。3。4。5。6。7。8。で、最初は最初から1号針なのでわらび増し目をしたいと思います。こうし そうすればここに穴が開かないと思うのであ先とがってないけどちゃんと取れましたねここうん柔らかい感じかなでここをこうしてわらびましめ木だけどちょっとちゃんと滑るという感じかな いけそうですね3つ同編み最後から2目目のところで同じ位置でかラスト1目残したところ最後から2目目のところでわらびましめ。 これも一目編んでわらびましめこれだけはねちょっと緑が入ってるから違う色だって分かりやすい感じですね。これを外してしまったら後ろから編むと大丈夫です。ちょっとこのパヤッと出てる糸が気になるけどこのまんまで。 編んでみようと思います。こんな感じで三つつなげて編んでいきます。こんな編み地になりました。三社三様で全然違いますね。まあ似てるところといえば、なんかこう三本ぐらいずつこう目になる色がこう入っていて。 ここは茶色とこの水色あピンクのとこあちょうどかかとがねこのピンクになったんですよねこれは緑青も2本くらいこう入ったりしてそれがねこうリズムとなってて周期がまあ一緒と言ったら一緒かもしれないんですけどなんかこうタイプが全然違うので混ぜたりすると例えばハッピースクラッピ編みすると どどっちかどっちちかかかんなくななくりそうな気もしますねでコットンってそんなに濃くねこう色が入らないのでやっぱり混ぜたりするよりは1個で例えば 100g で 50g の靴下を2足編むとかえっ、ー、とそういう風に使った方がいいのかなーなんて思ったりします左右違いもって思ったけどこれとこのペアがいいかこのこれとこれのペアがいいか これとこれがいいか。あ、これとこれがなんか良さそうな感じもしますね。完全にこれはね、こう、かっこいい感じで、え編む前との毛糸玉とこう同じような印象で、やっぱりかっこいいですね。で、すごく伸び縮みします。糸自体よりも編み地の方がすごく伸び縮みします。 これは可愛い感じで。これと違う色だったらハッピースクラッピー編みわかるかな淡いピンクが入ってるから。で、これがね、編んでみたらすごいポップな感じで、明るいなーって思いました。なんかこう、毛糸玉と靴下になったので一番印象が変わったのがこの可愛い感じでした。この、これは美味しいままで、これはかっこいいままでしたね <laughs>。で、最後。 一目ゴム編みを、あ、二目細編みを編んでいるところですが、このね、ニットプロのジンジャーのこの丸さがやっぱりいいし、私はね、ここがこうバインバイン柔らかくなくて固めな感じのがいいなって思いました。も滑りはね、やっぱりあの、アディとかみたいに金属のね、方が滑りが良くて好きなんですが、あと、最近してるのですが、二目ゴム編みの 2目目のこの裏編みがねをね、こうキュッと締めるようにして編んでいます。そのせいでね、ちょっとこう2目ゴム編みの時に大きい目になる。細編みの時に大きい目になるので、ちょっとこう締めようと思って編んでいます。ここね、ノーストレスですよ、ここが当たってもね。で、木の針だと、そんなにね、尖ってても、 あの痛くなかったりこう当たってもね痛くなかったりするんですがさらにこれはねあの平らな感じがするのでまあ拾う時にねかかととかお深みの時に目を拾う時にちょっと大変っていういやでもなそんなに滑る感じはないんですよねや,やっぱこう編み地を寄せる時にはもうちょっと滑りが欲しいなという感じではありますスピードを重視して私は編んでいるので。 であとこのよりがきついコットンって編みやすかったのですが最初の頃この針と糸に慣れてなくてちょっとこんな風にねこう引き出してしまったところもあるんですがうと水通ししたらこう見えなくなるんじゃないかなとも思うしで他のね4本4本そのまままっすぐでこう入ってる ワンダーコットンとかボッペルコットンとかよりは割らずにもちろんね、済んだんですが、割らずに編めたんですが、あと言うとすれば、このよりがきついものって、絡まってるとすごい取るのに時間がかかるというか、そこがね、難点かなとは思いますが。レギュアさんのコットン、トゥッティフルッティもそうだけど、アラウンドザワールドもそうだけど、コットンなのに、 こうよりがきつくってちゃんとこう伸び縮みするというかまあ普通のウールよりは伸び縮みしないけどなんかコットンで靴下編めたってなって夏にね夏用のやつをねこ編めたってなってもなんか使ってるうちにビローンってなったりまあはたまた編んでる時にいやーこれはずり落ちるんじゃないかなっていうアメば編ほどビローンって伸びててね っていう不安があるじゃないですかそれがないのはねレギュアさんのコットンのいいところというのもお伝えしておきたいと思いますではごま編みの部分を仕上げてきますわー <laughs> かわいいですねこのまんまね服になったらいいかなと思うけどならないんですよねこの周期が違うからねしましまになっちゃうかもしれませんね 三つ同時編み完成しました2目細編みちょっと裏編みのところ締めたらこことほら同じくらいの大きさの編み地になったんじゃないかなと思います裏の方がねすごくちっちゃくなってでもね多分逆にここが緩い感じがするのでまたねいろいろ工夫してそれも動画にしていきたいなと思っています どうでしょうかどの編み地がお好きでしょうかで、思ったのは、これが一番白っぽいので、今回はね、私、あの、何の柄も入れずに素編みで編んで、ここ2目細編みにしたんですが、これを見て、あ、ここ1目細編みバージョンが見てみたいなとか、このまんまで同じように編む、この色が好きだなとか、そんな風に参考にしていただけたらとっても嬉しいんですが、次編むとしたら、 例えば、透かし編みは、これとかこれがいいかなぁとも思うし、これはね、逆にこう、いっぱいラインとか、こう、色がこう入ってるので、それを活かしたケーブル編みみたいなのとかがいいと思うし、シェブロン編みって言って、あの、増やし目したり減らし目して、こう、ギザギザにこうね、滑り目とかね、してね、こっちもそうかな。ラインがいっぱい入ってるので、そういうのに使った方がいいとも思いました。 皆さんならどんな靴下にするか思いついたのがあったらコメントいただけたら嬉しいし編んだものがあったらこんな感じになりましたって教えていただけたらなと思いますそうだ最後にこれを編んでる時に偶然このね水色がきてあサマーブリーズっぽいなと夏のそういう風っぽいななんて思ったんですが私はねつま先から編んでるがゆえにこういうふうに最後の色が 決定できなないのがが残念ながら吐き口から編んでる場合には水色が来たら水色からね編み始めればこんな風になるんじゃないかなと思いますそしてじゃーん私ねこのジンジャーのこのラインが横にこうね入ってる部分がすごく好きだなって思ってこのコードの色もねちょっと柔らかい感じもいいなって思いました木で一番好きなのはこの ニットプロさんんになるかもしれませんねこの尖り具合とか。と思いました。では最後にえっ、ー、と今日7時からこれをねメルカリで販売したいなと思っています。で3つこう出してみるのでどの2つがいいかとかこの2つがいいとかはたまたこれがいいとかこれがいいってコメントを くださった1番最初の方にあの販売したいなと思っています。<laughs> 皆さんの反応がどうなるか楽しみにしています。で、多分1個残りますよね。そしたらそれをもう1個編んでえっ、ー、と。それは母に。 あげたいなと思っていいますいつもね編んでるのを見と「わあもうそこまで進んだのか」とか「今回の毛糸も綺麗だね」とか毎回ね褒めてくれる人が近くにいるのでいつもねやる気満々で編 <laughs> めます。でコットンの靴下そういえば持ってなかったなと思って去年か一昨年に編んだテラコッタのなんか100円ショップのね糸の セリアさんだったかなその靴下しか持ってないので、コットンの靴下をね、これを機に編もうと思っていて、で、母に最初に選んでもらってもいいのですが、皆さんの選択肢をね、聞いてみたいなと思います。ということで、今日水通しせずにこのまんま終わりにしたいなと思いますが、水通しした様子はメルカリの方でどうぞご覧ください。今日はレギアさんの コットンカラーサマーブリーズでした最後までご覧くださりどうもありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょう